ピッチは絶好のコンディションです。フットボールパラノイアの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの田島幸三さんです。田島さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、田島幸三です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードはベガルタ仙台対コンサドーレ札幌。ベガルタの選手が入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはベガルタ仙台、藤吉、ロドリゴ、財前、伊藤、ピラン、リカルド、ガヤ、ニクリア、ドゥバイッチ、飯尾、石川。続いてコンサドーレ札幌、佐藤、大森、古川、森、美樹、伊藤、田淵、野々村、アウミー、バンド、エメルソン。キックオフの笛です。画面に向かって右にエンドを取ったコンサドーレ札幌、反対側左にエンドを取ったベガルタ仙台。伊藤、スペースを見つけた。ビジュ、財前、20分経過しました。ロドリゴ、森、スローインです。見てみましょう。ロドリゴ、キーパーこぼした。ガヤ、
スローイン。体を入れてきます。ニアだ。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。後半戦開始の笛です。野々村、エメルソン、シュート、キーパーファンブル。後半10分経過、シュート、藤吉、力が入らない。ボールが宙をさまよう。アウミーヤ、イラン、藤吉、クロス、森、ヘッドでつないで敵に当たってしまった。イラン、ボールを囲んでいきます。選手交代が行われるのでしょうか。これはチャンスだ。ゴール、スーパー、ビューティフォーゴール。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。藤吉、試合時間は75分が過ぎました。財前、決めることができない。オフサイドを取りに行ったルバイッチ。ノノム、果敢にスライディング。ウルカワ、これは気をつけないと。中に絞ってきた。ビジュ、おっと奪った。華麗なドリブル。これはピンチ。センタリング、旗が上がった。ビジュ、ペガルタ戦は粘り勝ちです。さて、田島さんに試合を振り返っていただきましょう。実にいい試合でしたね。どちらが勝ってもおかしくない試合でした。なるほど。どうも。